様。手ごわかったわ。やられた。頼りにしてるよ。行きましょう。嬉しいな。頑張りましょう。ちゃんと回復をするのよ。恥ずかしいな。やったね、目標達成だ。頼りにしてんよ。もっとやれるよ。疲れた。強かった。行こっか。いや、ありがとう。まだまだいけるよ。目標達成ね。頼りにしてるから。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った。幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによく分かったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって、人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ。私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるです。プレイヤーたちは協力して全100層からの SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消え安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲームソードアートオリジン、通称オリ。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布された。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているからプロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。
今GG あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向、それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない。あんたのゲームセンスは信用。頑張って私のためにお宝ゲット。Okay. Interesting so far. うわ、いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロンの、スコードロンっていわゆる。いや、君たちも大会に参加するの？あ、はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードロンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって。そこの君は初期装備みたいだけど。私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。Oh boy. いつきさんはすごいけど、私だってもう少し準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って。Alrighty. いくわよ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。よし、よし。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。いい感じね。敵よ、ヘイトが集まってきてるわ。ちょうどいいところにレベルになるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。すごいすごい、やるわね。クレハ嬉しいわ。やるじゃない、いいじゃない。私たちの勝利ね。このボックスはバレットボックス。ここでだ。うまいうまい。
GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方が。やるじゃない。そうでしょ。トレジャーボックスよ。トレジャーボックスってトラップ。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。Okay, that's good to know.あのプレイヤーとは戦闘になるね。プレイヤーはエノミー。到着したから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。全滅したのに。おめでとう。使うわよ。使うわよ。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるからよく注意。あたしが教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていき、さあこれからはあちこち探索して。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。五木さんの仲間なら相当手だれのはず。もしかして逃げ。プレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まって君たちも警戒が足りないよ。どうせ実に退屈極まり。だから見逃すとでも言うんですか。まさかここはじいじ。そうだな、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺す。この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されているだけど、あれを倒さないと先に進めなさそうな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ五木さん。あたしエネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。I call bullshit. I call bullshit. ん？発見。
いいかな、投げるわ。なんとか勝てたわね、いつきさん。ああ、約束はま、この先道が2つに分かれているから、まずいつきさんたちが、私たちは別の道を選びますから。実は僕くじ運が全くなくて、だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫？わかりました。あんたが、レベルアップね。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。見て、おっとっと、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ、落ち着いて、ワープゲートよ。追いかけるから動かないで。 Thanks, bro. プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。I'm so confused.I don't know what I just did, but okay.
大丈夫だはずな。問題ない。Oh God. マスター。な、ちょっと待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。で、この子がレアアイテムなあ。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤー。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲット。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おう。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なこと悪い悪い。仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A と、この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50%。 やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。ああ、まあよし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私の。そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけちゃったしね。プレハはマスターの上位者認識しました。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが。あの、私絶対にトッププレイヤーになるんで覚えて。ナイスガッツ、クレア。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて。あ、うん、君とは気が合いそうだ。また後で。またね、アガシスちゃんも。バイバイ。ナイス。メインシステム起動。90 100。システムチェック。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは使用です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性で。それより早く名前をつけてあげたら。ご登録完了。想定より。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。これはアルティメットファイバーマン。へー、初めて見る銃ね。倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい。で、そうです、タイプ X。 ナイス。
UFG を作るハは上から見ててほしいのです。きっとびっくりしちゃいますよ。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。UFG が刺さるところは発射前にレティック、ですね、レティクル、つまり構えた時に出る照準の色で分かります。まずはあの高台まで登ってみるのです。ポイントに反映。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者すごい、キリト。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ。さあもうすぐ自動的に SBC グロック。ウォー、他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると正直かなり羨ましいわ。あの後どうなったのか、僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道。私です。君はプレイヤー。一部訂正を求めます。まったく、なんで。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマス。じゃあニュービーの。おかえり。ここで待っていれば来ると思う。よかったら一緒に。よ、仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った。どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間は。君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は君たちはどうかな。マスター、パーティーは初めての経験です。興味の。もちろん参加するわね。Well. キリト、アスナ、
イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは、わあ、美人さんなんですね、アファシスって。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X、 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはうわー、羨ましい、羨ましすぎるぜあんた。Oh my God。 俺も欲しい、俺だけの可愛い子。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そっ、うん、そうだね。ナンバーがぜ分かりやすくていいんじゃない。レイちゃん、承知しました。皆さんよろしくお願い。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入で。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを。だからお前。それじゃあ改めて乾杯。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアル情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつく。へえ、それはいいこと。キリト君、友達の情報。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない。ん、その武器って見たことないんだけど。二次層の武器？アファシ。はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI。 確かにこれは俺も見たことがない。移動サポート機能。エギル、初心者相手にボッ。そらまあ友達価格ってやつで。まったく、ちょっぴり羨ましい。昔から運はいい方よねあんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしない。あの賛成。私たちグロッケンにみんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから。いい、歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。男の人ばかりの。そうなの、マスクレハの気持ち。うん、私もしっかり目標を持っているんだね。うん、私もお手伝いできることがあったら何でも言ってく。みんなありがとう。あのね、だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわー、もうなんて言ったらいい。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外。 Oh God。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。
そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは、って全部俺の勝手な考えだけどね。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。Good to know. 一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。 Thanks, bro. マスター、おかえりなさい。ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。なんといっても私はアフィフアイアドバイザー。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫の。そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで、何か聞きたいことはありますか？To earn large bounties by hunting down enemies, tracking down treasures across large open fields and dungeons. The more famous among your players, opportunities will open the scope. What you do in the game will expand. Okay, cool. Cool.覚えなければいけないことはまだまだ。出かける前には準備を万全にしましょう。あ、町の中は安全です。他者を攻撃できる。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもずっ。さあ、カスタマイズポイントを使って、ステータスは戦いだけでは。まずは私の。おかしいのです。なぜこんなに変な。マスター、私では非常事態です。ミサイルを射出したり。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まない。アファシスはサポート AI なので、使用者で。だからマスターが強くなれば私も。では続いてマスター。開いてメールを選択。SBC クロッケンですか。Let's fix Kim up a bit.
hair real quick. That's so cute.私を待たすなんていい度胸ね。ほらさっさと行くわよ。まず GGO の設定は知ってる？この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから、武器や防具はお店、攻略情報は攻略サイトでまとめられて。私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うえ、俺タイプ X ってマジかよ。その通りです。私はとても、マジすげえ。いいな。どうやって入手？ちょっといいですか、そのアファシス、タイプ X なら30メガクレジット？ダメです、私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター？当然の結論です、マスター。残念です。もし、ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と。で、ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものはね。ちょっと寄っていこうよ。私、消耗品を買ってくるから、とりあえず購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持ってて。いい人ですね。いやいや。でやめときな、半端な知識。失礼な、私の知識は完璧です。おじさん、プレイヤー同士情報で、せっかく銃好きが集まっている GGO、はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽き。今回はなんかあった？危うく騙されるところでした。おじさん、その、おいおい、まだおじさんかい。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったから。だっておかしいです。お、いいこと言うね。確かに銃好きに悪い奴はいない。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だね。あった。助けてもらってよかったね、レイちゃん。あのバザルト・ジョーって名前ランキングで見たことが。 GGO らしいカンマンさんでした。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、ごだ。
I don't even have enough. Okay. Yeah. 久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど、覚えていてくれたんだ。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分、ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ、呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くてな。それでさ、君はどうして NPC のアファシスを助けようとした？この前の大会の録画データが手に入ってさ、その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、確かにアファシスはレアアイテムだけど、それともあの時点であの大会の中で君のあの行動だけが、もしよかったら理由を教えてくれないかな。彼も僕と同じところに興味を持つ。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず失礼。まず大した知り合いでもない僕の質問に、君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。おっと、用事の途中だったのか。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白い。他にもいろんなショップや情報屋が。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でも。マスター、メールが来ました。いいじゃない、早速。Oh, Lord.